クリストファー・スコット・ドーマンは、アメリカ合衆国ルイジアナ州出身のプロ野球選手。主な武器は、時速150キロメートルを超えるストレートと、高速スライダー。2000年の MLB ドラフト6巡目で、コロラドロッキーズに指名され契約。2004年5月15日にメジャーデビュー。デビュー戦では2回を投げて2失点とプロの洗礼を、浴びたが、シーズンでは41試合に登板。 2005年も32試合、2006年も48試合に登板した。2007年1月22日にタンパベイデビルレイズへ移籍。2008年5月にレイズを戦力外となった後、10月15日にフリーエージェントとなった。2008年12月19日、広島東洋カープに年俸5700万円の1年契約で入団。 おえの映画は勝ツヒロにつなぐセットアッパーとして期待されていたがシーズンに入ると請球難などで不安定な投球が続きほどなくして劣勢の場面での起用がある時になったそして2009年4月25日の対阪神タイガー,アース戦で打者5人に1アウトも取れずさらにに冒頭と散々の内容で2軍落ちした6月に最昇格し 11日の対、千葉ロッテマリーンズ戦で6回途中に登板したものの、打者6人にまたも1アウトも取れずに降板。チームが、この回プロ野球ワースト記録となる1イニング15、失点を喫する要因となった。その後は登板のないまま14日に、再度二2軍を落ちし、23日に解雇された。その後アリゾナダイヤモンドバックス参加 3A のリノ、A シズを経て、 2010年シーズンからは、ロサンゼルスドジャース参加 3A、アルバカーキアイソトープスとマイナー契約。日本の野球は、アメリカ映画のミスターベースボールのイメージが強いと語っている。ありがとうございます。